はい、ドリオザキの新作映画の隙間、前回、庵野秀明展の話から、まあ、庵野さんの話で、こう、あっちゃこっちゃに飛びまくりでしたけども、まあ、今回もちょっと庵野さんの話ということで、そうですね。はい、基本的には、まあ、作品のことを話しつつ、いろいろと話していきたいという感じですかね。庵野作品で、はい。でも、その馬場君、はい。庵野作品でいくつか好きなものをあげるとして。そうですね。まあ、やっぱり、最初にエヴァ、もちろん見て、まあ、好きっていうのもありますし、まあ、だから、そうですね。やっぱ一番最初の監督作品である、まあ、トップを狙えが、まあ、多分、作品単品として見て一番好きなのはやっぱトップなんですよね。なんか、なんか演出としての凄さもありますし、ストーリーとして、まあ、なんか、こう、行き着くところまで行ってる感というんですかね。OVA 6巻の話の中で。もうなんか結構いろんな方向性の話も含めてある。その上で最終的には映像がモノクロになり、沖縄決戦のナレーションのような形で宇宙大決戦始まりっていうね、ところに行っていくっていう。まあ基本始まりはスポコン SF 的に始まるんだけども、話がやたら重くなってくるんだよね。そう、まさにね、最初はね、タイトル通りエースを狙い的な話としてのトップ狙いだったのが、どんどんいっていくっていう。そう、だからちょっとね、そういうところでは確かに庵野さんのね、礎的な作品でもあるというか、礎って言い方よくないけども、 まあ、ね、ベースをまさにね、見せられるそうような感じね、だからその後にエヴァに展開していくというのも非常にうなずけるようなね。いや、ガンバスターすごい大好きなんで。やっぱガンバスター出てくるシーンのやっぱ音楽との編集の合わせ方が素晴らしいですよね。田中サウンドと庵野さんの編集のテンポっていうのが非常にがっつり噛み合ってて、あれは本当に神シーンだなと思いますね。僕は意外とその実写作品っていうところがすごい庵野さん好きで、まあ、ラブ&ポップなんかはね、そういう意味では実写作品の講師でもあるし、まあその後のそのスタイルみたいなものをここで割とこう確立してるみたいなところがあって、まあデジカムというかあれですね、8ミリカメラとかそういうものを非常にこうね、ラフに撮っていろんなこのショットね、積み重ねていってカット数のショット数の多さ、そういうものとか、構図の面白さみたいな、そういうものに対するこだわりみたいなものっていうのがその作品に出たりもするんですけども、まあアニメーション作家としての庵野さんのこの顔も覗かせつつ、実写ならではのアプローチみたいなものもしてて、ちょっと不思議な映画ではあったんですよね。でも今改めて見直すと、このスタイルがシン・ゴジラにあったりとか、ね、色実にあったりとかみたいなのね。色実は割とこう、フレームがきちんとした、しっかりと収まった、そうですね。あんまりああいう安定してないようなカメラワークではなくて、ね、非常にこう、ね、映画的に撮ってるっていうところもあったりもするんですけど、それでもね、やっぱり映像の見せ方みたいなものっていうのは。新仮面ライダーとかの予告編を見る限りでも、やっぱラブ&ポップをそこに見出すことって結構あったりもするんですよね。そうですね。確だから、実写、それはキューティーハニーでも例外ではなくかて。に。ちょっと新仮面ライダーの予告、ちょっとキューティーハニー味あるなって思いましたね、実際。だから、なんか極端な、大胆にこう、このシンメトリックな構図かと思ったら、ラフなショットをこう、カッカッと積み重ねていくみたいな、そういう実験的なこともやってるみたいなところでは、ラフ&ポップは意外と、ね、そういう実写映画の、ね、ひな形として見るべきところも、注目すべきところも多いなっていうのがあったりもして、今更ながらにこう、ね、感心しますけどもね。あとはやっぱ「シン・ゴジラ」なのかなという。やっぱりそうですね。ね、「シン・ゴジラ」はね、本当にそれこそ大混版ウルトラマンの発展系だっていうのが僕はね、あそこまで深刻な話でね、本当にね、大連戦爆弾っていうね、何度もこの大連戦爆いや、でもあれは、ね、やっぱ言いたくなりますよね、その語感が。そう、まず語感がいいですよね、無人在来線爆弾って。ねえ、でね、本当に審判に見るようなね、大混乱の審判に見るような、この突然砕けるっていう、そのリアルに作り込んでた話が突然砕けるっだけていう。自信ですね。ねえ、でも本当にそういうことを考えると、シン・ウルトラマンに
ね、鳥の巣頭の下安野さんが出てくるんじゃないかという恐怖観念が常に自分を襲うっていうね。そこまでね、こう綺麗に成田徹さんリスペクトで積み重ねてきたところにまさかのっていうのがありそうだというね。分かんないですよ、だってこんなねウルトラマンじゃ仮面ライダーのね、はいはいはい、あのコッチームに身を包んで嬉しそうな顔を見るとそう、ね、どこでそういうねあのことを吐き始めるのか、うん、そこ結構怖かったりするんですけどもね。なんか僕がそういうある種の何ていうんですかね、こういきなりこうなそういうメディアの壁を取っ払っていきなり食い破ってくる怖さみたいなのを安野さんで初めて感じたのはやっぱ旧劇場版のエヴァンゲリオンですね。あのやっぱり終盤でねいきなり実写になるっていうところもそうですけど、なんかあれはなんか旧劇はなんかそこもそこ以外のもうなんかアニメーションとして堅実というかもう一番すごいことをやってる前半部分ですらすでに怖いですからね。うん、でもね本当に今回のね展示会とか展示会というか展覧会を見ても、うん、あの点でも、うん、あの点のね見て、あの今一つ非常に筋の通ったね、うん、あの内容ではあったんだけども、はいはいはい、エヴァンゲリオン新エヴァに関しても僕はすごくね、はいはいはい、あの、うん、安野さんという作家性がねちゃんと出て終われたっていうところがあって、うんうん、そこすごいね一つねあの作品選べって言われたらねそこ選次一本選びたくなる作品ではあるんですけどもね、うん、自分のこの幼少期の上の光景であるとか、うんうん、ね、あとはこの父親との相国、うん、ね、胎児、ね、家族としてのその自分の悩める自分の在り方みたいなそういうものをうまく作品に反映して非常にこの着地点の難しかったエヴァンゲリオンをうまく絡めた、うん、ね、自分の作品として最後に着地させたっていうところではね、あれですよね、非常に長い映画ですけどもね、まあまあ、ね、自分たちがもう散々長い映画を否定していながらでは OK だっていうね、うん、まあ実際そうですよね、テレビ版のエヴァがやっぱこうシンジがベースのシンジの視点の映画というか、まあ、作品だったけど、うん、新エヴァってやっぱり後半からゲンドウの目線がすごい入ってきて、やっぱ安野さん自身もやっぱり年を取っている部分っていうところもやっぱしっかり反映されているとは思いますし、うん、まあなんかそこも含めてやっぱ安野秀明っていう人間の人生の一つの、まあ、流れとしてのエヴァンゲリオンだったんだろうなっていう感じはすごくありますね。うん、だから個人のその個人の映画としても、ね、エンターテインメントとしての、ね、うん、大枠 の中でその個人を反映させるっていうか作家性を反映させていくっていう意味では非常にバランスの取れた作品になったなと思うんですよ、うん、ね、見る前はどうなるかって思ってて、まあね散々待たされたし一体どうなっちゃうんだろう、まあね、なんか NHK の、 あの、ね、あのドキュメンタリーの中で、あれの中であのスタッフがつぶやいてて、夢の中でこういうなんか展開をするとかって、あのさんやっちゃったなみたいな、はいはいはい、あの山下育人さんが言ってたそう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 。いや、そういう悪夢を常に自分も抱えたら本当に落ち着くのかなっていう、ね、いやでもなんかそれぐらいのものはやっぱこう自分が思っちゃうぐらいの作品ではありますよね、うん、だからなんかね、うん、またそこのところを踏み外すんじゃないかって、それいい意味で踏み外すのは楽しいけどね、シンゴジラの大々戦爆弾じゃないけど でもね そこはやっぱりきちんと収めたなっていう、うん、あ、作家としてのね熟成もそうだし、ね、今まで定まらなかったエヴァンゲリオンみたいなもので一つ大きく蹴りをつけたなっていうのがあって、最初のジョの時はね、ものすごくあの自分の中でをエンターテインメントに振り切ったなとかいうね、こう快感もあったりもしたんだけども、だんだんなんか重ねてきてね、ハーとかキューとかになってくると、いやなんかやばい感じになってきてるかなと思ったら。それも含めた上でテレビ版からね、旧劇場版とかそれも含めて全ての要素をうまくそこに落とし込めたっていうのがあるんで、意外と僕はね、新エヴァは大好きなんですよね、安野さんを語る上でね、本当に有益な作品になったなっていうのがあってね、映画として見るとやっぱり僕急激の方が好きだなと思う反面、なんか本当になんかエヴァとして通して見て、あとはやっぱり僕、うん、あのオンタイムで
テレビ版ではないんですけど、うん、あのオンタイムは新劇場版からとはいえやっぱりエヴァとほぼ同い年なんですよね、うん、エヴァがやっぱあのテレビ版95年から放送ですけど、うんまあ、94年生まれなのでやっぱり95、96年で劇場新旧劇がちょっと後にあってで僕が中学生ぐらい中高の頃に新劇場版が始まり、うん、そうでこうまあ今ライターとして何とかやっていってる中でやっぱ新エヴァンゲリオンでああいう一種のなんか人生の総括みたいなものをやっていって、ね、あの最後のあの綾波とシンジがあのちょっとメタなその映画の舞台の中で会話するシーンで、うん、あの舞台のこう壁をバックにこう歴代の映像がバーってこうプロジェクターみたいな感じで流れるシーン、うんあれ見ててなんか自分の走馬灯もちょっと思い出すような感じがなんか本当にそうかあのエヴァと共に歩んだ人生みたいな、ね、いやだからエヴァンゲリオンの25年って、ま、自分の人生の25年とほとんど一緒なんだなっていうことを考えるとなんか人生の中の重さの中ではやっぱり新エヴァがなんか重い作品っていう意味では僕は新エヴァの重さがすごいありますねそういう意味で。なんか3回劇場に3回見に行ったんですけど、うん、最後ずっとなんか涙が出てくるみたいな。いや本当になるほどね。いやエヴァの歴史もね一口に言うけどもね、うんうん、あの一人のねこういうね青年を形成するようないや そう思いますあの俺だけの長い期間を経て、ね、完結するいたんだ至った作品なんでね、うんうんうん、ねそこは確かに感慨深いものもあるだろうな本当にありますねだからなんかねこうやって自分とねオンタイムで接してきた自分と、はいはい、エヴァンゲリオンを原体験としてる、うん、ババ君とのなんかこの安堵感の違いみたいなものっていうか、そうですね、でもなんか違うと同時になんか着地も同じだな新エヴァと一緒で、そうですね、安野秀明という、ね、作家に対する考え方とか思いみたいなのも一緒だったんだなというね、うん、本当にそうです、ね、うん、そうなんかNHK のドキュメンタリーも見てもちろん見たんですけど、うん、あの奥さんの庵野もよこさんも出てて、うん、まあ本当にすごい感動的な話されてましたけど、あの庵野もよこさんのねあの監督復帰届も僕すごい好きで、うん、あの庵野秀明監督のとの夫婦生活をこう、うん、まあその監督庵野秀明をいかにとんでもない存在なのかみたいなのを漫画にしているっていうねあれも僕はあの最初にそれ見たのが入院中の、はい、あ本当なんですか。そうなんですよ、入院中のその テレビで、はいはい、あでそうでそれを見てて安野さんがもうなんかポテチばっかり食ってて、ねはい、そんな生活をそんな食生活しててダメだと思って自分のことのように心配してなんかそこがねすごいなんか気になってねもうあれだったんですけどもねそういう状況の中で見たんでね、あの彼のねこのエヴァに対する取り組みをね、うんうん、こうつぶさに捉えたね、うん、あのドキュメンタリーは非常にこう、うん、ねあの気持ちがかなり入り込んで、いやなんか最初に放送された後に出たなんか長めのやつだったんですよね、あの編集の方向性を変えてナレーションも配したやつ、あれも本当あっちが特にすごくてなんかもう、うん、あのなんか新エヴァが公開前に僕ちょっと思ってたのが、うん、残酷な天使のテーゼ流してくれないかなっていうのがちょっとあったんですよ。やっぱり聞きたいなと最後、うんうんうん、でまあ映画では残念ながら流れなくて、まあ仮にボイジャーとかが流れたんですけど、うん、そしたらね NHK のドキュメンタリーその長いバージョンで最後にやってくれたっていうのそうあのね風部新川の駅をこう出ていく安野さんの背中をバックに残念流れて、うん、僕がガーってないやあれもだね、新エヴァとあのドキュメンタリーを両方見るとなんかまさに新エヴァ完全版完全体験できたなっていう感じがすごいしましたね、うん、あれも含めて安野さんの作品的なところがあるなとねえもう惑星大戦争とか流れましたからねいやあれは本当にちょっと笑っちゃいましたね惑星大戦争はいやボイジャーもすごく嬉しかったんですけどね、うん、サヨナラジプターってやっぱ僕の中では結構大きかったんで、うんうん、いやそうだでもみんながなんか失敗作のように言うんでなかなかねそういうところの目配りも嬉しかったなって感じもしますけどね、ドキュメンタリーで、うん、そう安野さんもやっぱあれをボイジャーも流して樋口真嗣さんに泣いてほしいからこれを出したってサヨナラジュピターだと84年っていうあの時代のねもう知ってるからこそのことだろうとか、うん、ねえいやーねえやっぱりでもああいう形でね新エヴァをエヴァンゲリオンをね、はいはいはい、ちょっと幕を閉めることができてねよかったなっていうのは思ったりもしますけども、うん、ねえ
そんな感じですかね。いや、まあでも実際ね、そう、なんかまあ、新エヴァもやっぱりこう、いろんな安野さんの、まあ、惑星大戦争とかね、作品したまさにそうですけど、うん、まあ、好きなものがたくさん詰まってて、まあそういう意味でも集大成ですし、まあ、それをね、やっぱ、今やってる展覧会でも反映しつつ、やってて、うん、やっぱ安野さんって本当自分の好きをひたすらいろんなものに詰め込みつつ、自分とこう、対峙していくみたいな。そうだよね。うん、なんかね、うん、やっぱその安野さんね、やっぱ趣味が、展覧会のね、物販にもすごい反映させて、いや、そう、たくさんあったんで、やっぱ物販、いろいろ迷ったりしたんですけど、やっぱ買うならこの辺かなと思って、クリアファイルを多分、4つ買ってしまって、うん、そう、いや、なんか、そう、僕買ったのが、まあなんか、この、まあ、つぶらやメカ集と、うん、まあ、東方メカ、これやっぱ安野さんが書いたものですけど、そう、まあ、つぶらやプロダクション作品のメカ、東方特撮のメカって、本当に、俺がこれ好きなのって感じが、すごくて、なんか安野さんのそういうところも、やっぱ僕好きなので、ね、うん、やっぱり。これ安野さんの絵って、あれだよね、なんか、はい、あの、アニメっ子を思い出してる。そう。あの、ゼネプロのね、はいはいはい、あの、連載ページのところでね、うんうんうん、なんか、すでにこう、なんか、あの、イラストカットが載ってるっていうイメージなんでね。はいはい、だから、これを見ると、すごい、なんか、こう、ね、当時になんかもう、引きずり戻されるような。まあ、そういう、ね。やっぱそういうものがね、なんかこう、自分の中の、そう。こっちですからね、まさに時代的に。ランドセルでしょったね。そうそうそう、パワードスーツっていうね、そうですね、うん、ダイコン3のこれと、まあ、ダイコンフィルム版帰ってきたし、うん、まあ、シベルシウルトンというか、ね、いや、でもそこはね、我々の沼なんでね、あの結構、馬場が折っちゃいけないところなんですよ。いやー、もうだいぶもう片足、体半分ぐらい突っ込んでるとは思いますけどね。新鮮なんだろうね、やっぱりね、そういう意味ではね、僕らなんかは本当に昔馴染んだものなんだけど。ねえ、いや、ちょっと物販もね、ちょっとこういうようなね、うん、あの、安野秀明の初期頃のね、そうそうそう、うん、本当にそう、やっぱエヴァのグッズとかね、他のそれこそエヴァンゲリオンストアとかでも買えるものが今までも買えてたもの多いですけど、うん、やっぱこういうグッズがやっぱこういう形で出るってやっぱちょっとある種の快挙ですからね。ああ、そうですね、うん、まあ買うならこのタイミングなんだろうなっていうのをね、うん、思います。いや、もう本当展示を4時間もあって疲れ果てた頭でこれを見た瞬間の、うん、まあなかなかねちょっとね、あの全部もあるのに骨の折れるね、あの非常に大きな、うんうん、ね、催しなんで、はいはいはい、ぜひこれはね、あのお近くのところに来たら、ね、うん、行ってもらいたいなと思うんで、うん、で、そう、多分展覧会を見終わった後はやっぱ人生を、あの安野監督の人生を体感した以上、こういう話がまた皆さんするんだろうなみたいな、これをまた蒸し返すみたいなね、そんな感じでありますけども、はい、ぜひぜひまたあのね、足を運んでみてもらえたらなと思います、はい、皆さん安野秀明作品と含めて安野秀明さん本人も含めのこともね、こういろいろと味わっていきたいなと思いますので、はい、はい、じゃあ今回はこのところで、ね、長々とありがとうございました。ね。